覧の皆様こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のサイレントヒル4で遊んでいきましょう。本日もよろしくお願いいたします。牢獄のようなところから始まって、で次に進行するためのルートがアーカイブに隠されているんだけれども、この探検のメモと監視員の日記ね。けどまあ読んでも今のところ行けないようなところなんだよね。地下1階の厨房がどうのこうのとかって書いてあるけど行けなくて、でこっちには真ん中の監視室に行くには3階から穴を伝っていかないといけないとかうんぬんかんぬんとかって書いてあるんだけど、3階に行く方法も今のところないと。で手詰まりした中は前回終了しているんだけど、今ここね、近寄ったら主人公の首がうねっと動いて、ここの縦看板にクローズアップされたんだけど、ここを調べるところからやっていく。で場所はというと、地下2階まで降りてきたところのあたりで、何かがまず落ちている。鍵がある。いいですね、鍵。水路外への鍵入手。はい。地下2階の水車部屋にあった鍵。上という文字が刻まれている。いいですね。これ、上の階に行けるよね、多分。プレートに何か書かれている。3階独房の電気をつけるには、この水車を回すこと。注意事項として、水車の片側だけに水を流すこと。もちろん、屋上の水門は開けておくこと。なるほど。水力発電か。水車室のプレートの文章を書き写し、スクラップブックに入れた。書き写して、スクラップブックに入れたっていうところが、もうこれすでにね、頻度なんだよね。いつでも読めるようにしておくっていう、このゲーム側の配慮。さすがコナミといったところか。じゃあ、まずは、鍵の使えそうなところが何箇所かあったので、そこへ戻ってみよう。次どういう展開だって、次の展開が、分かってから動画を再開するとか、で前回終了したんだけど、わりかし早く見つかったんだった今のところが。まずどっかこの辺に鍵かかっている扉一つあったよな。あっちげえわ、ちょっと待って。いってー、こいつら鬱陶しいよマジで。邪魔くせ痛いんだってね。えこの壁際を歩いていれば殴られたりとかっていう、そういう配慮はないのか。あ、こっちは内側からか。全面的に戻っていくしかないな。多分本命はこの遠い面のこの扉だよね。はい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 、来た来た来た。酒飲みながらやってるからさ、ゲップが出そう本当に。これ落ちたらお行きなさいになるよね多分。あ、落ちることできないんだ、優しい。そういうの前もあったよな。ここはしご上がれて、あ、3階にこれで行けそう。サイレントヒル、あれいつだっけ、ヘザーが主人公のやつ3かだったら、落とされたら問答無用でお行きなさいだったけど、今回は優しい。とりあえず動物虐待できない。飛べるやつはいいな、羨ましい。俺にも派手が欲しい。レッドブレードも飲めってか。スーパーソーを授かっていくスタイルで、ここは入れるか。入れるね。これ何階だ、ここは何階になる。2階。もう一個上に上がらないといけないね、監視室に行くには。何階いるわ。敵、あ、気持ち悪い。ヒルじゃねえこれ。うーわ、俺もこの扉開けたくないんだけど。ねえお前、こいつら攻撃してくんのかな、これ。かわいそうだけど気色悪いんだよ。この扉を開けることはできない。うわ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 、すげえことなってるわ。なんだこいつ。とりあえず、サワラの神になんとやらだから、一体ずつ邪魔してるのを倒して、ここも行けない。よし、やかましいの倒して、全然入れねえじゃねえか、アイテムとかは。おっと。
と何か本が、日記がある。俺、監視室の覗き窓をずっと見てるけど、時々いるね。だって足音がしたり、影が動いたりするもの。これが扉ね。監視室の構造って一体どうなってんだこれ。だってこれ2階でしょ。で、1階もあって。すべての部屋覗き見れるようになってんのかな。瓶の中に黒ずんだ粒がたくさん入っている。ひょっとしてこれは決まる薬では。決まれー。扉が壊れている。この階とは結局何なの。何もなくない。張り紙、子供っぽい文字。漏らしちゃったよ、バレないように洗濯しなきゃ。うん、今影が動いて覗かれたか。ロレンスが回ってない、残念ながら。オスカー真っ青の演技だったけど、ロレスが回ってないのが残念だったわ。この回は読み物しかなく、うん、いってぇ触んな。結局あのヒルみたいなやつ攻撃接種してくるんだね。うわぁ、これはちょっとね、このカメラアングル、なんで主人公は今作ヘザーじゃなかったのか。俺ヘザーでよかったと思うよ、主人公。こういうカメラアングルするんだったら。バカなこと言ってる。また牛が虐待したい。触んな。なんとかノーダメージで切り抜けたな。あとはもうこの闇を見せて。それとも、もしくはこの主人公がコスチュームチェンジでミニスカートにできるとか。まあこの世の終わりのような映像が見られそうだな。3階にやってきた。いいですね。ここからなんか降りられるんじゃなかったっけ。3階ちげえかな。あ、なんか上行けそう。これ上行けそうだよな。これおっと来たね。ここだわ、進行ルート。ここはちょっとチェックしておこう。なんかいるけど。ちょっとお前、危険時、危険時。フルスイング、当たらない。こいつ右手でしか攻撃しないのかな。とりあえず俺の信号の妨げになるやつだ、倒していく。お前もついでに。あれ、何か所かに穴あんな、多分これ。穴あるの一箇所ねえだろう。どっちから降りればいいんだ。もう一回ファイル確認したいね、これは。あ！早く！アイテムだけパクって。ね、ま、なんでまたお前いんの？よいしょ！いや、左手でも攻撃すんな、こいつ。さっきのやつより動き早くね、お前。まさかの180度ターンで攻撃してきたか。人の上で、よいしょ、倒していく。ビクンビクンしてるとこにとどめの一撃を食らわしていく。一周回った、これで。これ調べてみると扉いくつかあんな。ここも開けられて、これ絶対いくつか罠だよね。痛い。昨日ビーフシチューが出たよ。食堂で聞いたけど、厨房の奥は処刑場になってるんだって。処刑された囚人の肉はそのまま厨房で料理されているらしい。怖いよ。やめろ。ちょ手前のやつに向いてくれ。お前は自動照準としようよ。よし、日記がある。もうダメかも。監視室に向かって大声で叫び続けたけど誰も出てこない。でもう一つか、扉は。ここがくせえんだけど、穴二つあるよね。人を呪わば穴二つといったところか。これどっちかの穴は穴じゃねえか。なんかもう一個扉あるけど、
開けられなかったっけ。どうだっただろうか。ここだよな。穴が2つから3つになってしまったな。男の子仕様から女の子仕様になっちゃったか。そういうことは言ってはいけない。穴が2つあるのが男で3つあるのが女だと思ってるんで。バンされる。もうバンされたくないんだけど。この世で一番怖いのが赤バンだと思っている男。つうかさ、このカメラアングルだったら冷静に考えて倒れたやつにとどめの一撃加えられねえよな。カメラアングルが悪すぎる。屋上には一体何があるんだろう。一旦屋上を覗いておきたい。普通に扉は開けられるんだ。ここはちょっとクライマックスポイントっぽい感じがする。このチャプターの、これ前回も同じようなこと言ってなかったっけ。あ、水門がどうのこうのとかって言ってたな。片方側から水を落とせみたいな、なんかあったな、そういえば。ハンドルガール回しますか。はい、いえ。ちょっと待ってくれよ、これ安易に回すわけにいかんと。水門のところ調べても何も起きない。これ普通に、じゃあ調べちゃっていいか。内側から鍵がかかっている。これどうやって内側が開くんだよ。もうこんなところ、もう入りようがないんだけど。どこから入るんだその中に。とりあえず回してみる。どうよ。謎解きのような気もするんだけどね。違うのかな。普通に水流れてっちゃったけど。そしたら独房の穴飛び降りてみるか。一回ちゃんとこれ読んどいて、まずこの水車から。独房の電気をつけるにはこの水車を回すこと。片側だけに回すことでしょ。で、水門は今開けたから、これで電気がついたってことか。じゃあ、あ、じゃあ電気のついてないところ一回見ときたかったね。で、穴を伝って下に行かないといけない。1階と2階の穴がある独房は扉が開かないようになっている。はい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 。あ、なるほどな。じゃあ3階の穴を伝って1階と2階の開かなかった扉のところに繋がってるってことね。ここに書いてあることは。ふむふむ。で、電灯も3回しかつかないし、で、その電灯は今水車を回すことによってつけました。ビーフシューお前はどうでもいいわ。黒糖には厨房、地下1階の探索だよね。あの穴無意無策でさ、降りたら本当に即死しそうな感じがして嫌なんだけど。で、はしごでショートカットできるってことか。これは優しさだよね、メーカーの。で、この階。この階が地下3階だよな。じゃあ、穴一つずつ入るか、これはもう。あ、なんか四隅に水が。水門を開けたことによって。あ、はい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 、そういうことね。じゃあこれパイプが下まで伝っているところのバルブを開けないといけないってことじゃない？多分。ちげえのかな？とりあえずじゃあ穴1個ずつ入るか。穴がある。飛び降りますか。ぐしゃ。とはならなかった。よかった。これだけど意図せず正解の穴を選んでしまった可能性はあるよね。この演出がちょっとね怪しいわ本当に。あ、
おい、ちょっと待てよ、お前これ。知ってるところに来ちゃったじゃねえか。あ、なるほどね。そういうことか。だからこのはしごの救済措置なんだ。いちいち階段を上がらせることがないように。これ謎解きだ。まごうことがなき、な、謎解き。これは。となると、この地図を見ながら飛び降りていかないといけないっていうことか。で、穴の位置を察するに、多分ね、この左下の穴に飛び込めば何か起こるんじゃねえか。ほら、2階は扉鍵かかってるでしょ。家で1階も扉が鍵かかってる。もしかしたら右下の穴に降りればそのまま地下まで行けるのかもしれない。それで行ってみよう。あ、あの閉じ込められてるやつのところってどの扉だっけ？よくわかんねえわ。もう一回戻る気もないし。とりあえず俺はもう左下の穴に飛び込むことしか考えてねえわ。で、この独房生活に嫌気がさしたらここから飛び降りろというところか。これ2階だよね。で、問題は3階。ここからね、左下の穴に入ってみよう。まあグシャンが普通にありそうだけどな。無意無策で飛び込んで、まあ降りるんだけど、でもう一回飛び降りたら、これでもう一個穴あるわ。もう一個穴ある。これで地下に行ける。さあ、ここから、ここから、ガッ！マジでびっくりした、今。やろうが。いい感じのフルスイングで、一体ずつ確実に仕留めていきたい。いったー、食らってねえし。なんで今食らわなかった俺。むしろこの柱を中心に立ち回ろう。いい仕事したな、お前は。なんでそんなに走ってんだ。カウンター。この縦振りのリーチが思いのほか長い。俺を脅かせやがって。で、地下1階に行ったね。シャワールームで厨房があって、パスコード付きの扉があって、でさらに奥に処刑部屋があるんでしょ。鍵を開けたと言ってるけど、これはどこ。つうか鍵かかってる意味なくね。だってここ来れねえでしょ。来れなかったでしょ。これは内側から鍵で、ここ出ると多分螺旋階段だよね。はい、繋がっていく。で、このはしごを上がると、あ、これ監視部屋じゃね。この真ん中にあるのって書類が置いてある。老朽化が進み、いくつかの独房の扉が開かなくなった。事実上、中の子供たちは外に出られなくなったわけである。しかし、そんなことは彼らが知らなくてもいいことだ。扉を開くことはできないが、この部屋から彼らが衰弱していく有様は見えた。やがて彼らは食事もできず、シャワーも浴びることもできず、不潔な悪臭の塊となった。趣味悪すぎでは。この死体処理は、ある技師の意見で、独房の下から穴を開けて行うことになった。この建物はフロアごとに回転させることができるので、死体のある独房と独房を上下に合わせることによって、他の子供たちに目撃されることなく完了した。推進、所長。
厨房奥の拷問室に行きたくてうずうずされておられるのではないでしょうか。お気持ち察します。しかしお気づきでしょうか。ベッドに血がついている部屋が1階に1部屋、2階に1部屋、3階に1部屋ありますね。それを縦に揃えるとビンゴだそうです。まあ謎解きだよね。この部屋の円になっている部分はそれぞれ回転させることができて、で血のりのある部屋同士を1階から3階目と合わせることによって何かが起きると、そういうことが書いてあるね。その回転させるギミックはどこにあるのかといったところ、何かに注目してる。穴覗けるんだ。うわこれ何か映りそうだよね。あ、一応ここから覗くことによって床に血のついてる部屋とかも確認することができる。一時戻らなくてもいいね。これは一応3階まで行ってみよう。子供たちを監視するにあたって独房を明るくすることは重要なことである。3階にある照明はもともとサーチライトとして購入されたものだ。このライトは攻撃者による停電に備え自家発電で使えるように設計された。発電には地下にある水力発電が使用される。1階と2階に光を導くには死体を処理するときに開けた穴を利用する。この建物はフロアごとに回転させることができるので、穴と穴を組み合わせればすべての独房に光を導くことができる。これを定期的に繰り返すことは子供たちに監視されている感を強めるので大変効果的である。推進所長、この部屋の真ん中にあるハンドルを回せば誰でも独房を回せますよ。1階は回すことができませんので、1階の血がついているベッドがある部屋に2階と3階を合わせれば OK です。なるほど、1階は動かせない。ちなみにこの部屋の覗き窓から確認できるので簡単ですね。ぜひ所長もお試しあれ。さっき俺が言ったことじゃねえか。あと屋上の水門も開けられるのをお忘れなきようご注意ください。頼みましたよ所長。あ、なるほど、ここの監視室からそのまま屋上まで上がることができて、でそこからあの内側からかかっていた扉開けることができるのか。で多分これ水門のバルブだと思うんだよね。謎が少しずつ解けていく。あ、上上がれねえじゃねえか。どうやってあの水門の部屋まで上がんだよこれ。3階だよな。あ、ちげえわ。これ多分部屋回転させるためのハンドルだ。これは。で、今月の厨房奥に行くと扉の暗証番号は072です。よろしくお願いします。はい。暗証番号ね。じゃ、とりあえずな、血のついた部屋。血のついた部屋っていうか、血のついた独房の位置を覚えよう。一回回すことができないから一つずつ覗いて、あとは回していくって感じだよね。あ、これあいつだ。でだ。え、ここか？ここでいいんだよな、多分。このデスクの隣の部屋、ここは血のついた扉だよな。で、マップで確認するところの右上のあたり、この部屋が血のついた部屋だから、ここに合わせるように回していけばいいわけだ。で、まずは血のついた部屋がどこにあるのかを確認しよう。これ地味な作業じゃね。ここでいいんだよね、多分。洗濯物たくさん干してあるところ。一応ここは床に血があったね、今。一応他の部屋も覗いてみるんだけど。ああ、右スティックで動かせたか。気づかなかったわ。血がついてるかどうか分かりにくかったけど。ここで間違いないね。で、これを1階の右上に合わせればいいわけだ。ハンドル左に2回回せばいいってことかな。
よ、これさ、冷静に考えて、はしごの位置もずれるんじゃね？よく考えたら。構造上の欠陥あるよね、これ。で、そうそう、もう一回回せばいい。あ、だけど、はしごの位置が変わるだけだから、そういうこともないのか。で、これで多分血のついた部屋が、このもう一個隣になるのかな？で、OK だよね。で、もう一個上に上がって、で、あとはまた一つ一つ部屋を確認しながらね。うわ、やっぱりこれ何か映りそうだな。怖えわ。ははは。ああ、なんか落ちてるね。入りたい、あの部屋。ああこの部屋ね、はい。で、左に一回回せば OK ということでは？そしたら一回終了しよう。長くなっちゃいそうだから。で、次回子供を再開していく。ご視聴ありがとうございました。